サベナベルギー航空は2001年まで存在したベルギーの航空会社。古い歴史を持つ同国のフラッグキャリアだった。サベナという言葉はフランス語のソシエテアノニムベルジー D、エクスプロイテーションでラナビアイエジャンの各単語の頭文字を取ったものである。機体は白字に青が基本で垂直尾翼に S をかたどったマークが付けられていた。 サベナ航空のダグラス DC-6 型期1923年に、ベルギー本国とベルギーの植民地だった、ベルギー領コンゴとを結ぶ、国営航空会社として設立。ただし、実際にブリュッセルとコンゴの間の運航を始めたのは1935年である。第二次世界大戦で、ベルギーがドイツに占領されたために壊滅的な打撃を受けるが、戦後には復活。 首都ブリュッセルを中心に路線網を広げ、ヨーロッパ、アフリカのみならず、ニューヨーク、中東、アジアや極東にも進出した。日本へはアジア極東路線として、1969年から東京国際空港に就航を開始して、就航当初の1971年頃は、ブリュッセル東京間をブリュッセルアテネテヘランバンコク東京の中東アジア路線と、 ブリュッセルアテネボンベイバンコクマニラ東京のアジア路線以上2通りのヨーロッパ南回り線及びブリュッセルアンカレッジ東京の北極上空を通過する北極路線の3通りで週3往復ボーイング707型機を用いて運航していたことがある。翌年の1972年にはテヘランを経由する中東アジア路線が運行停止になり、その後 ヨーロッパ南回り線はすべて廃止されて、北極回り線のみを中3便 DC-10 コンビによって運行するようになり、1978年の成田空港開設後は成田に乗り入れ、1990年代半ばからは全日本空輸とのコードシェア便となった。ブルッセル成田間では機内サービスとして、 日本人乗客向けに日本人客室乗務員を乗務させていた。並びに、ブルッセルの空港では、主に日本人乗客のために、搭乗手続きや案内業務を行う、日本人の空港地上職員を採用していた。ベルギーは、小国ゆえ国内線がほとんどなく国際線に頼りがちであった。その上、経営効率が悪かったために黒字を計上したのは、 わずか一年だけという状態で慢性的な高コスト体質による赤字が続き、ベルギー政府からの補助金によってそれを補填していた。そのような経営環境だったため、1990年代に廃暦規制緩和で格安航空会社との競争が激化すると経営状態はますます悪化した。欧州委員会は政府による自国航空会社の手厚い保護を認めないという姿勢を 打ち出したため、それまでベルギー政府の庇護を受けていたサベナは転換を迫られた。このため、1990年代前半には、隣国フランスのエールフランスと提携するが、当時のエールフランスも経営状況は厳しく、この提携は長続きしなかった。1990年代後半には新たにスイス航空と資本提携を結び、クオリフライヤーと呼ばれる。 航空連合を形成した。しかし、1990年代以末には、スイス航空が墜落事故を起こしたことにより、業績が悪化し、2001年9月のアメリカ同時多発テロの影響もあり、サベナを支援することができなくなってしまった。最終的には、ライアンエアがブリュッセルに拠点を構えたことによる競争激化によりサベナは経営破綻し、 2001年の10月末をもって成田線から撤退、同年11月7日にはすべての運行を停止した。翌年にはスイス航空もサベナと共倒れになる形で倒産し、クオリフライヤーグループも消滅した。その後、サベナの機材や路線の一部などを新規に設立された SN ブリュッセル航空が引き継ぎ、尾翼のマークもそのままに使用されたが、2007年に バージングループのバージンエキスプレスと合併し、ブリュッセル航空となった。この際に、尾翼のマークはドットで、B o をあしらったものに変更され、サベナの名残は、ブリュッセル航空の2レターコードに残るのみとなっているが、ボーイング製航空機の顧客番号は29だった。これによって、日本からベルギーへの直行便はなくなったが、撤退から14年後の2015年10月25日より、 全日本空輸が東京、成田ブリュッセルを再開させた。日本とベルギーをつなぐ定期国際線はサベナが消滅して以来長らく存在しなかったが2015年後半より ANA の運行によって成田国際空港からブリュッセル国際空港への直行便が復活した。ブリュッセルには欧州連合本部のほか、日本の自衛隊もオブザーバー資格を持ち同じ 西側諸国として事実上の軍事同盟関係にある、NATO の中心施設も立地するため、サベナが2001年に運行を停止して以来、東京からブリュッセルへの直行路線開設を望む意見は多かった。ありがとうございます。